ドラムス川ヶ崎雄二、彼はねご存知かと思いますが、ケンタッキーギャンブラーというバンドと我々と掛け持ちでやってますので、スケジュールが合わないこともたまたまあるやもしれず、もしかすると次回はいないかもしれませんから、よくあの尊顔を拝んでおいてください。豊ヶ崎雄二でございます。ちなみにプロマスパッドを言いますとね、なかなかあの漢字がイメージを浮かべにくいかと思いますけども、分かりやすく言いますと、お経の経だとちょっと陰気臭いかな、経済学の経、経済の経、はい、で小さなカタカナの経を書きまして、坂道の坂とか言って今日が坂と言います。よろしくお願いいたします。次は漢字がすぐ浮かびます、ベースギター井上俊二、リードギター玉野隆、それから先ほども申し上げましたけども、今日は、助っ人でございます、リードギターの河本俊博、彼はねカントリーメイズというバンドもやってまして、ここにはどのぐらいにヒントで出てるの、まだ2度しか出てない、本当、そうですけど、カントリーメイズというバンドです、なかなか僕の知ってる番がたくさんいるバンドらしいんですけども、残念ながらまだ聞かせていただく機会がないんですけども、もし日にちがありましたらカントリーメイズのライブもよろしくお願いいたします。そしてあとは僕しかいないか、私が坂井達也と申します。よろしくお願いします。ちょっとね、話が長くなるかもしれませんけども、実は僕はあの大学に入りましてね、どうしてもカントリーがやりたいって言うんで、当時カントリーじゃなくてウェスタンと言ったんですけども、軽音楽部へ行きまして、僕ウェスタンをやりたいんですけどって言ったら、ちょうど後藤さんのバンドが今練習してるからあっち行ってみろって言われて、すぐ行きまして後藤さんにウェスタンをやりたいんですけど教えてくださいって言ったら、どんなウェスタンやりたいんだ、どんなウェスタンってね、ちょうど考えてみれば、あの頃ウェスタンとロカビリーとか一緒くたになってるような左で、ウェスタンっていうともちろんこのカントリーのウェスタンをイメージする人もいれば、ウェスタンと聞いただけで、あの不良のやってる音楽かと、そういうイメージのあったウェスタンなんですけども、当時そのウェスタン、僕はカントリーがやりたくて後藤さんに、でお前何やりたいんだよと、実は僕はあのエレキギターをやりたいんですけどと言ったらね、エレキギターしばらく考えられて、その時首をかしげられて、お前だ、来年高南附属高校からすごいのがギターが上がってくるんで、ひょっとするとレギュラーはそいつになっちゃうかもしれないよって言われて、あら、それもつまんないなと、でその後輩というのが例の神田光一君なんですけども、残念ながら彼はもうあの亡くなってしまったんですけども、本当に素晴らしいギター弾きでね、僕は彼1年後輩でしたけども、本当に尊敬するギタープレイヤーでした、いい人は早く行ってしまうなと、我々はまだ長いですけどな。その時に後藤さんに、それじゃあ僕歌を歌わせてください、何を歌えるんだろう、先ほど歌いましたヨーチーティンハートともう一曲変わらないじゃんっていうのをね、歌わせてもらったら、じゃあまあお前ボーカルやれって言われて、今日までボーカルで、私のカントリーの師匠は後藤先輩でございます。よろしくお願いします。そんな難しい言葉を使わなかった、誉れってなんか日本人みたいな、その時歌った曲が、
それでは加藤さんお願いします。で、酒井さんです。酒井さんというとこう今日今年なんか賑やかしましたですね。のりこ、のりピーター。同じギターですよね。すいませんね、私娘が。もう歯医者さん、歯医者さん、歯医者さん。では第2ステージは会員の皆さん方の歌とかを歌って、また踊っていただきたいと思うんですが、ちょっと中断しましたので、心を一つにするためにまた今年もやります。イエイですね。ね、言いましたね。イエイって言ってね、イエイって言ってね、小指をしっかり握ると親指が立ちますね。言いましたね、私ご主人に。やばい、小指でキュッと握ると小指みたいなもんが親指になりますよと言ってましたがね。はい、皆さんいいですか。はい、乗ってるかい。イエーイ。飲んでるかい。イエーイ。踊ろうぜ。イエーイ。最後 お決まりのどこから来たの。イエーイ。はい、ありがとうございました。では会場ナンバー歌っていただきます。渡辺よしこさんとウドメさんでジャンボラヤ。はい、お願いします。おられてね、もう一人おったら鹿島市娘になったかな。はい、ありがとうございました。一発目つかみは OK という感じで、はい、続きまして、セブンラストダンスフォーミー。はい、千秋セブンザラストダンスフォーミー。はい、お願いしましょう。あなたメインですか。いやいや、あなたがメインです。はい、はい、
の千秋でした。まだ乙女ちゃんの歌で、皆さんの好き、皆さんダンスにぴったしのローズガーデン。ね、ローズガーデン、見事な舞をお願いしますね。ゆっくりゆっくり、はい、ね、I'm not afraid of the dark.
した。で、見事にこう南部なまりの英語でありがとうございました。今やっぱりローズガーデン、皆さん帽子がきちんと揃っててラインダンスになってて、なんでか何でうまいかなと思ったら勝野さんがいなかったんですよね。勝野さんがいるとどっかいう予想をしてるんですが、あ、いなくてよかったです。はい。続きましては、あ、いつも可愛い、原よしこちゃん、はい、サントアマミーをね今日は歌っていただけるという形で、はい、よしこどうぞ。Oh.
小藤治先生からですね、勝野さんこれを歌いなさいと勉強しなさいと言われて、教えていただいた歌です。ありがとうございました。続きまして先生、テネシーワルツは皆さん方歌われませんですか？どうします？はい、お願いします。どなたでしたか？おともちゃんも、はい、そしたら皆さんコーラスでテネシーワルツで、渡辺さん一緒にみんなでお願いしましょう。はい、じゃあ、スタンバイしてください。はい。阪神タイガースだったら歌うで。レフ女性たちが少ないです。普通の味歌うあんまり違うのがない。もうずっとあの歌は歌ってる、歌えるかどうか分かるんだけど、曲僕はハンク・ウィリアムズのナンバーから You Win Again。 はい、お願いします。What can I do? You will
ねえ、本当に名歌声が本当に今日よみがえりました。ありがとうございました。じゃあテレスラジーですか。アンコールですか。昔の上君と同じで、メンバー君でやってまして、それがもう 7,8 年前だと思います。それきりあの僕ちょっと首を痛めてギターがこう弾けなくなったので、もうずっとやめてまして、あの全く歌ったことないところで、昔やった曲なんかで、あの今の曲なんかたまに覚えてるのがあるんです。あのほとんどの歌は忘れました、ね、歌えないと思うんです。歌詞のあるナンバーで僕は知ってるのがあれば、歌えると思います。カオナイちゃんのジャンバレやね、さっきやったりはなくて、中断してしまって申し訳ないです。
こういう機会があるんでしたらまた練習してください。門外不出の名声を今日封印して、私封印していただいたという感じでありがとうございます。やはりあの1曲目より2曲目の方が乗ってましたですね。ではすいませんが、曲目を変えまして、 VTR の方からちょっと歌わせていただきますか。ではあのカントリーよりもちょっとロックロール系のルイジアナママを。プレスリー風にプレスリー風にお願いします。ウォーターメロンって言うてるでしょ。
前はよろしくよ、先生。あの姿を見てマイケル・ジャクソンが歌ってるところが違うんですよ。はい、ありがとうございました。第2ステージ、ラストのナンバーになりました。ワンサデイを乙女ちゃんに、魚留さん歌っていただきます。
先生だけやって、発音はまあまあでしたですねありがとうこんなことばっかりで、憎まれておりますが、第2ステージ目ありがとうございました、ブルーデンジャーイエーイ少しお休みをいただいて、第3ステージに、移りたいと思います、それからですね皆さん方のテーブルの上にですね、スモークドチキンっていうのが